よろしくお願いいたします。今日はこの曲を作詞作曲もされた、拉致問題がね、当初発覚した当初から映像を収めてこられました。稲川和夫さんにご出演していただきます。稲川さん、アプリで開く、それから受話器マークよろしくお願いします。ね、涙出るでしょ、本当に。どうか強く生き抜いてくださいっていうのが、多分ものすごく込められたメッセージの歌なんですが、この歌をね、歌われながら松本さんよく泣かれてるそうなんです。ね、生き抜いてくださいって本当思いますよね。寒いでしょうしね。日本とはもうまるで違うでしょうね。ちょっと稲川さんがまだ、ちょっと止まってしまいました。稲川さん、すいません、申し訳ありません。ありがとうございます。やっぱり、ちょっと電波が弱いようです。もう一回 Wi-Fi の方を、オフになっているかどうかご確認くださいませ。皆さんちょっとお待ちくださいね。ねえ、この歌もですしね、あやきちゃんの空と海の向こうもね、早くね、歌わなくて済む日が来るように。やっぱりちょっとコラボの申請が、来るのですが、申請許可というふうにするとすぐ落ちてしまうので、稲ちゃん様、ちょっと電波が弱いかもしれません。今月さんがね、貼ってくださってますけど、YouTube チャンネルが稲川さんあります。先ほど皆さんに見ていただいたのは静止画でしたが、稲川さんの、上げていらっしゃる動画の方は、若い時のね、荒木和弘さんとか横田夫妻も若いですね。ちょっとね、電波がね、弱いようです。先ほどツイキャスが始まる前に、ちょっとごめんなさい、肌水が。ツイキャスが始まる前にお電話でちょっと打ち合わせした時には、 Wi-Fi の方をちょっと切ってくださいねっていうお願いしたんですが、多分 Wi-Fi が切れてないと思うので、もう一度すいません、ご確認ください。ちょっと肌水が、ちょっと鼻かんでいいですか、すいません。ちょっと待ってくださいね、皆さん。ね、すいません、鼻かみました。いえ、ここがね、嘘泣きと違うとこですね。やっぱりね、ダメですね。ちょっとお電話ミュートしろ。そうですね、鼻かむときね、ミュートすればよかったですね。失礼いたしました。ちょっとお電話してみますね。皆さんお待ちください。お電話したら切れるのかな、どうなのかな。ちょっとやってみますね。多分お電話になったらね、声がちっちゃくなると思うので。出ましたね。いえいえ、これは すいません、ツイキャスじゃないです。お電話です。多分 Wi-Fi が切れてないと思います。切れてない。はい。
上にまだマークが、扇のマークが残ってるんじゃないでしょうか。はい、スマホの。そうですか。はい、すいません、もう一回 Wi-Fi の方を切ってみてください。上から下にスライドしていただきまして、はい、 Wi-Fi って一応マークですよね。そうです、そうです、一応マークですようね。んうん、そうです。 Wi-Fi の使用オン、オフ。オフにしてください。これで切れたのかな？うんうん、それでもう一回コラボに上がってきてもらっていいですか。はい、すいません、待ってます。オフ、オフですね。はオいフにしています。はい、それでおアで、プリ。でも電話切りますね。お電話切りますね。あら、切断される。稲川さん、すいません。稲川さん、聞こえてますか？ 一回再起動してもらってもいいでしょうか？申し訳ありません。待ってますので。はい。一回スマートフォンの方を再起動してみてください。ね、不思議ですね。私も。じゃあ一旦パッと切ってパッと上がりますね。はい、もう一回ツイート出してしまいましたが、上がり直ししてみました。ありがとうございます。いつもちゃんとお礼が言えてなくてすいません。コメントとか、お茶とか、アイテム、本当にありがとうございます。ちょっとね、今画像変えない方がいいですね。はい、ちょっと待っててください。告知、でもね、告知やるのに画像を変えると申請が見えなくなるので、月さん、コメント欄の方で書いてもらってていいですか？はい。落ちないですね。マー大丈ク夫のです。稲川さん、配このま信。ま、ボリューム上げてみてください。聞こえますか？大丈夫ですか？お声出してみてください。でもね、開試験始放し送うまましくた。いったんですよね。声聞こえ開てき始しまましした。た。開始しました。そうですか。何か悪かったんですね。ええ。ありがとうございまし聞こえた。てまバッすチか？リです。はい、ああ、聞よこえかってたでます。す。ありはい。がとうございええ。ます。お世話にあなりがりとうございまます。す。こちらこはい、そ。よろしくお願いします。ええ。よろしくお願いします。先ほど皆さんに稲川さんのご紹介をざっくりとした形でしかできませんでしたが、よかったら、オープニングでですね、あなたを忘れないをかけたので、このお歌を作られた時のことからお聞きしてもよろしいでしょうか？どうぞどうぞ。なんかはい。その歌を聞いた後で、シェリーさんが鼻をかむ音が聞こえてましたけど。私ね、この歌ね、やっぱ弱いんですよ、本当に。ツあんボまりにそれ来たをんで振すらか？れるとちょっとまた来るんですが、わかりました。はい、これはメロディーと歌詞歌どをちらが作った先動にで機？きましたでしょうか？はい。もちろん歌詞です。やっぱり、歌はい。詞をなんとかしないといけないなということでですね。で、ステージかなんかでね、ふるさとを皆さん歌ってくれるわけですよ。そうで、ですね。はい、はい。ふるさとを歌ってる時、僕はステージの上なんかに上がって撮影してたんですけど、みんなご家族が泣いちゃうわけですね。で、い家や、もうそりゃ族そう泣でかすよしてね。どうするっていうね、家族泣かしたらしょうがねえだろうっていう思いがございまして、それで違う歌を作ろうかと思ってですね。
して作ったというのは、これはあの実は平成21年3月の時点でですね、あのちょっと歌を作った経緯というのをまとめたんで、それをちょっと朗読をさせていただきます。ありがたいです。ありがとうございます。はい、A4 で2枚ですので、そんな長くかからないと思います。平成14年2002年9月17日の衝撃から早6年以上が過ぎた。この間拉致問題の全面解決に向けた動きはすっかり停滞したように見える。いや停滞どころではない。被害者の一人に曽我ひとみという名前があったことから、ご家族がうちの家族もと名乗り出た北朝鮮による拉致の可能性を否定しきれない470人に及ぶ特定失踪者には情報さえも届かない。それぞれのご家族の胸の内を思うと怒りさえ禁じ得ない。 9.17 以降も家族は積極的に行動し続けた。国内外の世論に訴えるため大規模な国民大集会を開く一方、アメリカ、韓国、マカオ、ジュネーブなど海外にまで訴えの足を伸ばし、平成18年2006年には横田早紀江さんがアメリカのブッシュ大統領との面談まで行った。しかし今なお思うような進展にはつながらずにいる。平成18年2006年の訪米の時には折から映画アビダクション、砲台、恵み、引き裂かれた家族の30年の上映会が全米各地で開かれていた。うち数回の上映会には増本輝明家族会事務局長当時市川健一さんらと共に参加した。あの映画の中に唯一残された恵みさんの肉声流浪の民のソロが流れる。暗い会場の中で背筋に鳥肌が立った。部外者の私でさえそうだったのだから、カセットテープを聞くめぐみさんのご家族はどんな思いだったろうか。この歌声ばかりではない。帰国を果たした曽我ひとみさんはめぐみさんと一緒に小さな声でふるさとやもみじを歌って故郷をしのんでいたという。その話を聞いたとき涙が出た。その歌声が聞こえる気さえした。改めて歌の力を感じた。行動を共にする中でご家族とはいろんな話をし、集会の話もする。各地の集会は国歌で始まり最後にふるさとを歌うケースが多い。もちろん出席している被害者、特定失踪者のご家族も歌う。歴代政権はずっと被害者家族を無視してきたけれど、被害者も家族も日本国民だから国歌を歌う。そして被害者も家族も共有している原風景を確かめるためにふるさとを歌う。ふるさとはしみじみとした趣を持った不朽の名曲である。だが惜しむらくは元気の出る歌ではない。歌っているうちに大体ご家族の目には涙が浮かんでくる。聴いているこちらもつらい思いになる。その思いは次第に怒りに変わってくる。以下にいます。父母、両親はここにいるよ。志を果たしていつの日にか帰らん。あんた方が帰れない状況を打開するためにここに集まってるんだよ。ふるさとを歌い終えて頑張ろうとコールしても元気は出ない。小泉訪朝の前には稲葉陽さんがめぐみという歌をリリースした。しかし悲しみ苦しみを共有する歌とはなったが、これも決して元気が出る歌ではなかった。平成19年2007年にはピーター・ポール&マリーのポール・ストゥーキーさんが「めぐみ」という歌を作ってくれた。当時安倍総理がいた官邸でも歌われたが、これもまたただ悲しみだけを誘った。
ご存知の通り、かの国では歌の力を知り、悪用戦勢いで将軍様を称える歌とか新軍歌とか、やったら元気の出る歌ばかり歌っている。対抗するにはこちらも絶対に助け出すぞ、救出するまで絶対に諦めないぞ、日本国民の意思は一つだぞ、絶対に許さないぞという強い決意をその歌詞に示す必要があるのではないか。そんなことから増本夫妻と集会の最後に歌う元気の出る歌が欲しいねという話になった。夫妻の同意を得て具体的な歌作りをスタートした。以来なんとなく足掛け3年くらいの時間はかかったが、編曲収録などで協力してくれるという方々も現れ、平成21年2009年に入っていよいよ音になり、歌にする見通しが出てきた。ありがたいことである。願わくはこの歌が風に乗り、電波という波に乗って拉致被害者のもとに届いてほしい。きっときっと助け出すから、という文章ございます。これがすいません、あなたを忘れないように制作した経緯です。え、なるほど。またお花が出ちゃったの。ごめんなさい。ええ、いやもうね、よくわかりました、ありがとうございます。はい、いえいえ、本当に早く助けに来た。あのご家族は、はい、でもね、助け出すからという歌にはやっぱり力はいただいているでしょうが、はい、これを何年も歌うのはやっぱり辛いでしょうね。はい、一緒に歌ってくれる川口の会のね、あの飯塚彩子さん、本間清子さん、その他の皆さんもですね、もう、はい、今年は歌わないで済むと思ったのにって言いながら、ふるさとの風コンサートで歌ってくれてます、ね。はい、そうです、ね、だからあの、家族は諦めないで最後まで戦いますから、はい、あの皆さんご支援いただく方々も絶対に諦めない気持ちで、はい、あの、はい、頑張りましょうね。そうですね。はい、そうですか。ね、強いメッセージですよね、本当に。はい、ありがとうございます。なんか作詞作曲されたその稲川さんの思いが、今日よく分かりましたので、あの皆さん、はい、こういう潮風の、ね、公開コンサートに行かれた時は一緒にぜひ歌ってください。はい、はい、よろしくお願いします。はい、もう最後に助け出すからだけでいいですから。はい、そうですね、うん、自分の誓いのような気持ちでね、はい、はい、助け出すからというふうに、はい、はい、あのコーラスとかああいう形に編曲も、はい、これは竹野康之というですね、うん、あの私が信頼するミュージシャンが、はい、アレンジしてくれまして、それで、あ、そうですか、はい、竹野康之はあの北朝鮮素顔の人々の最後のコッチェビの歌ね、コッチェビの歌がですね、はいはい、すごいアカペラで歌ってて雑音も入ってて、最初聞いた時はなんだこれはと思ったんですが、木下公勝さんという脱北者にですね訳してもらったらですね、そしたらお母さんを何て言うかな、あの思い出すっていうか、お母さんを思う歌だったんですね。それで訳してもらったらですね、またこれとんでもないあのぐっときちゃう歌でですね、はい、それでそれをあの財布っていうか、あの譜面をこの譜面を拾ってもらってですね、それで、ぜひあのまたカラオケというかね、演奏の音を作ってくれと、うん、あ、千鶴さんという人が、竹野さんってカントリーバンドで鍵盤弾いてる人かなって、そうですそうです、はい、
でこの竹野康之にあの音にしてほしいんだって言ったらですね、分かりましたって言ってね、あのやってくれまして、でチェロかなんかを入れて作ってくれた、うん、あ、いやこれね、はい、あの私もその、北朝鮮素顔の人々を見てて、はい、びっくりしたんですけど、はい、これはこのフロージ、まあね、フロージっていう言葉がよくないです。コッチェビが歌った歌です。ホームレスになってしまった子供が作った自作の歌だったんですね、はい、そうですね、あの作詞作曲多分彼でしょう、ね、であれが2008年つったかな、8年の映像だと言いますから、おそらく今はもう20歳ぐらいにな、生きていればね、20歳ぐらいになっているんじゃないかと思うんで、ね、はい、もし映画で何らかの収益が上がったらですね、はい、彼に金払いに行かなきゃいけないなと思ってます。いやねえ、本当に、いや、はい、元気で成長しててほしいなと思います、うん、あの映画の最後のテロップにはこういうふうに作詞作曲、はいはい、北朝鮮無名の少年、はい、で歌も北朝鮮無名の少年、はい、で途中ね、高い音の、はい、あの聞こえてたのは、はい、あれビニール笛ですか。ビニール笛だそうです。あの、あ、そうなんですか。やっぱり脱獄者、木下さんじゃなくて、あの一度、はい、山田さんのところでですね、あのなんだ、はい、脱獄者の斉藤博子さんって言ったかな、あと榊原陽子さんとかですね、はい、まあ名前を伏せた人が何人か一緒に出て、あの映像を見ながら話をしてくれたんですね。でその中で、はいはい、これは指笛じゃないよねって言ったらですね、ビニール笛ですよって言ってね、あのなんていうの、ビニールの紐のようなものを口に入れてあれだけのメロディーが出るんですよって説明してくれたんで、ビニール笛の少年、あの口、ね、唇にこう押し当ててるんでしょうね、多分ね、こう指とかで、そうでしょうね、唇に押し当てて、そう、あの草笛ってありますでしょ、葉っぱで、ね、多分草笛のビニール版、みたいな感じなんでしょうね、うん、それのビニール版だと思います、はい、という説明を脱獄者の方がしてくれました。なるほど、はい、なるほど、なるほど、引っ越しも盛り上げ、なんかね、ナイロン、そう普通 のスーパーとかの袋のナイロンみたいな、うん、多分感じだと思います。そんなものだと思います。うん、すごく高い音がね、うん、この少年が歌っている時に後ろでね流れてるんです、うん、この少年の仲間が吹いてるってことでしょうね、吹いてるんでしょうね、うん、はい、線路に座ってた3人のうちのどれかが吹いてくれたんでしょうね。吹いてるんでしょうね。なるほど、はい、この子たちはこの、まあ、レールの、この敷地内に入ってますけど、まあ、あの移動する人たちにこういうふうに歌を歌ったりして、はい、まあ、恵んでいただいてるってことなんでしょうね、はい、うん、何がしかのね、うん、お金かもしくは、うん、食べ物買うもらえるということで、はい、それで最後ね、あのもう歌で終わりたかったんですが、あの木下さんも、はい、もう共同監督のパク・ビョンヤンもですね、いやもっともっともっとって言うわけですよ。でその喋ってる言葉を訳してもらったら、食べ物がもらえたよ、みんなで食べようって言ってるんだって言うんですが、ああじゃあそれは入れなきゃいけないなと思いましてね、でそこまで引っ張ったわけです。この北朝鮮素顔の人々、はい、まあ、2014年に日本では公開されたわけですが、この度ですね、はい、3月3日にソウルの方で初めて国外でということで、はい、映画祭の方で上映があったわけです、はい、稲川さんはソウルの方まで行かれて、この映画祭でこの上映の後にご挨拶もされたんですよね。はい、はい、稲川さん自身はハングルはちょっとわからないわけですよね。はい、全くわかりません、うん、はい、ね、まあ、書いてある文字が全然読めません。ご協力、大学の後輩の方とかにご協力いただいたということですね。はい、はいはい、そうです。で映画祭のその、
ご挨拶の後に皆さんの反応っていうのはどんな感じだったでしょうか。はい、もちろんね、行く前はですね、まあ、3.1 運動、それの100周年の記念式典をやってるとか言うんでですね、嫌、はい、な思いで行ったんです。ね、あ、なるほどなるほど。行きたくねえよってね、はい、うん、それで行きたくねえよって言いながら行ったんですが、あ、行きたくねえよ。実際はい、実際行ってみたらですね、すごく暑いんですね、この映画館の中で。最近そうでしたか、満員でしたか。満員でした、ほぼ満員でしたね、はいはい、それで日本の映画でですね、あんな満員だったっていうのは千と千尋と、あとなんだっけ、その後アニメで、あの2つしかし、その満員劇場っていうの知らなかったから、だからこんなに映画館に入るんだと思ってですね、それでびっくりしたんですよ、はいはい、まず。ああ、そうでしたか。不逆者という、不逆の不は、なんつうか、小里編付きの不に、逆は、はい、逆さの逆ですね。それに、者、不逆者という映画、これはパックネ追い落としをした人たちのその動き方というのを、綴って、パク追い落としは良くないということを訴えている映画なんですが、それを作った監督がその歓迎してくれましてですね、で、はいはい、私が挨拶をさせていただいて終わったらですね、なんかすごい大拍手が起きちゃってですね、で私は劇場こう、よかったです、はい、客席を出て行ってロビーに行くんですけど、ロビーに行ったらなんか知らない方々がですね、握手を求めてきたりしてですね、まあ、ちょっと、はい、ちょっと いい気分にさせられちゃいまして、そうでしたか。ありがたいことでした。まあ、この北朝鮮素顔の人々っていうのは、はい、複数の方が、もうもし見つかったら、はい、命がけですよね。ああ、そうでしょう。北朝鮮 その当局というか、はい、回ってる安全部の、はい、軍人さんとか警察に捕まったら、ね、もう公開処刑の対象でしょうね。生きては帰ってこれない、はい、ような北朝鮮が絶対外には出したくない、はい、場所をたくさんこう撮影されて、本当の北朝鮮というのはこういう国なんですっていうことを、まあ、命がけで訴えられた映像を稲川さんは、編集されて、はい、映画という形にされたんですが、はい、これはうん、これすべてパク・ビョンヤンのおかげです。はい、はい、あ、そうですか、うん、パク・ビョンヤンという在日の映画監督は初めてだったんじゃないかな、はい、映画興行主と言ったらいいんでしょうか、はい、その、はい、パクさんがこれも今回のツイキャスと一緒でですね、三浦小太郎ちゃんからですね、はい、私のとこに連絡が来て、小太郎ちゃんから、それでなんか向こうで撮った映像を持ってるやつがいるんだけども、はい、なんとか劇場公開の映画にできないかという話だったんです。で今これ画面は出てんのかな、なんだ、隣にいる女性が井田さんというんですが、女性が持ってくれている写真の人物、はいはい、これがパク・ビョンヤンです。でそうです、パク・ビョンヤンさんがですね、はい、なんかひょっこり来たんですよ、三浦小太郎さんからの紹介でつってですね、で来ていきなりですね、はいはい、私も結構怪しいタイプですけど、はい、俺より怪しいやつが来ちゃったよと思ってですね、一瞬身構えたんですが、なんか結構彼は、いやいや怪しくないと思います、下手に出てきてですね、はい、でまあいろいろ経過を説明してくれました、はい、でこれは劇場公開の時にも言ったんですが、そうですか、4通りぐらいのルートで撮った映像が13時間半、届きました。
で最初にその取られてる方っていうのはだからもちろん4つのそルーのトなんだってて言うんて言っでてしましょたね。う。あ、そうなんですね。ある人は自前で取って、なんか中国経由で流したらしいと。である人は日本人から金をもらってカメラを渡されて撮ったと。そのカメラを渡されて委託されて撮ったという人が2通りあったんじゃないかな。それで全部でね、撮り方から何から考えると4通りぐらいの方ルートで入ってきた映像でした。でそれがDV テープというデジタルビデオテープで来たやつと、それと VHS、 昔のね VHS テープで来たのと、ベータカムっていう方式で撮られたやつと、これも3種類ありましたね。それでそうでしたか。最初に見た時はですね、こんなもん劇場公開の映画になんないよっつって、投げ返したんです。映像のやっぱり乱れとか、もうピントは合ってないわ、画面は斜めだわ、引きっぱなしだわ、もう動きがないわ、そりゃ、はい、はい、そりゃもちろん堂々と撮影してるわけじゃないですもんね。堂々とでもないし、なおかつ素人さんですね、みんな撮ってた人はね。そうですよね。プロの手ではないなという映像でした。でね、パクがですね、キム・イルソンのパレードという映画、これ1990年だったか89年だったか、その頃に公開された映画があったんですが、そのパレードという映画はもうキム・イルソン万歳っていうね、来賛する映画です。でそれのね、権利を持ってるから、これを劇場でもう一回公開したいと。しかしあれが1時間半なんですよね。90分なんです、あの映画が。それで、90分だと普通の映画館というのは大体2時間回しでやってるから、このパレードに、なんて言うんだろうな、パレードと対照的な映像をね流したいということで、それで30分でまとめてくれないかと。そうです。で30分でまとめてくれないかというところから話が始まったということです。はい、ああ、なるほど、そういうことでしたか。はい、じゃあもう最初からこの、北朝鮮側が出した、明るい、本当にみんなにどうだというふうに見せつけたい側の北朝鮮と、出したくない、出されるつもりももちろん向こうはなかったでしょうし、隠し通したい影の部分を同時上映、最初から決まってたということなんですね。そうです。はい、で30分というけれど、30分というけれども、使えるところが30分ないよというぐらいの映像だったわけですよ。13時間全部稲川さんはご覧になったんですよね。全部見ました。はい、はい、で、はい、ある映像はね、本編でも使いましたけど、はい、ただおっさんがね、家の中で寝てんですよ。でその脇にねいや、おっさんというかおじいちゃんでしたね。はい、その脇にね、はい、灰皿に吸い殻がいっぱい溜まってるっていう感じだったの。はい、でそこへ黒い犬が寄ってきてワンワンワンとか鳴くわけですよ。でこんなのね、可愛かったですね、あのワンちゃんね。可愛いけど、はい、意味が分かんないとさ、うん、その全然映画にはならないですよね。使いようがないということですよね。はい、ところが、なるほど、その映像を脱北者の方に見ていただいたらですね、北朝鮮ではとにかく、停電で電車がいつも止まると。で止まると、駅のすぐ近くにですね、勝手に止めてあげる、そういう簡易宿というかね、キッチン宿というかね、なんかご休憩できる、困っちゃった人が提供する、休める場所ですね、家があるんですよっていうわけ。あ、そうかと。これは旅の人が
電車止まってるからそこで寝てんだ。そしたらね、その時パク・ビョンヤンがね、いや北朝鮮の人って、はい、朝鮮の人はみんなね人情があるんですよっていうわけだ。ああそうと思ってね。あ、うん、そうしたら、はい、吠える犬もですね、そこでなんか立ち上がってくるわけですわ。でなおかつ、うん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 、灰皿と思ったやつがね、実はこれ切り干し大根ですよって話が、うん、分かってね。それで、あ、やっぱり聞いてみないとわからないもんですね。そうそう、なるほど。で、はい、犬が吠えてくるところ台所なんですが、そこにね三角コーナーがあるわけですな。なんだかわけのわからない三角コーナー。ありました、ありました、うん、はい。これ何ですかって言ったらね、豚を飼ってるっちゅう話ですよ。でそうなんですよ、びっくりしました。家の中で豚って思ってね、はい、そしたらあの外へ置いとくと盗まれちゃうから、うん、あの室内に。そうです、そうです。つけたらです ね単なる台所をパンしてる映像がですね、向こうから使えよって脅迫してくるようなね、そんな感じがありました。あ、ちゃんとメッセージがね、はいはい、あるんだなと。だから、うん、意味が分かって初めて、その意味が分かったんで初めてあの映像が生きてきたっていう気しますね。なるほど、はい、はい、ありがとうございます。今月さんがね貼ってるこの URL の方に行っていただくと、はいはい、稲川和夫監督がその編集された素顔の人々あの見れますので、はい、ぜひご覧ください。命がけで送ってきた映像なので、はい、あれいくらで売ってんだろう。そういう人たちの思いですよね、はい、北朝鮮の窮状というか、こんなにみんな、はい、あの、はい、その平壌以外では苦しい生活を送ってるんですよと。そうです、ということが分かっただけでも、はい、僕はパクが持ってきた映像を司祭に見させてもらってすごい良かったなと思いました。はい、はい、あ、はい、なるほど、そうでしたか、はい、ぜひ皆さんに、ね、見ていただきたいですね。あの最後のね、そのまあネタバレじゃないですけど、そのコッチェビの子供の歌の歌詞はね、あ、やっぱり北朝鮮も日本も一緒なんだなっていうのを、はい、ものすごく感じるんですよ、はい、それでこの子供さん何歳でしょうね、 5、6 歳くらいだと思うんですけど、ね、せいぜい言っても7、ね、8歳でしょうね、はい、でその歌の後に、あ、そっか、成長がね、はいはい、その歌の後にその会場でね言ったのは、あの、はい、こんなコッチェビがいるところが地上の楽園ですかと。こんな子供がいるところにね何も手を尽くせなかったとしたら、私たちはその生きていてどんな意味があるんでしょうかったらですね、そこですごい大きな拍手をいただきましたね、うんうん、はい、はい、あの監督がお話、はい、そのご挨拶されながら横で、ハングルで、翻訳してもらって、うん、ね、会場の人には、はい、はい、あ、そうです、そうです、通訳してもらって、はい、会場の人にはちゃんとあの監督の言葉が届いたということなんです。そうでしたね、あのもちろんこの子どもたちは学校に通えてないとか、はい、そういうレベルじゃなくて、もう明日生きていられるかどうかという、ね、そういう人です。本当ですよ、あの、はい、一晩ね冬で、あの凍死せずに過ごせるかというような国ですから。そうですね、日本よりもねずっと寒いですから、はい、どこかで生きながら出てほしいなというふうに本当に思いますし、はい、あ、そうですね、 DVD も売ってますね、売ってみたいですね、はい、ありがとうございます。400いくら、はい、はい、月額見放題で、月見放題が972円、はい、はい、はい、この映画だけ見たい方は486円で、見たいですね、ちょっとカードでね、購入していただけると1週間見れます、はい、私はもう見て、はい、見終わった時に、韓国の今のムン・ジェイン大統領はこれを知ってるのかと、そうです
南北統一っていうのはすごく綺麗な言葉ですけれど、南北統一と叫ぶ人たちみんなちゃんと分かってるのかなというふうに、そうですね。思いました。夢みたいなことばかりじゃなくて、これが現実でしょうし、地上の楽園、だってあれですよ、子供たちは帰も国事業でね、朝鮮総連に騙されて帰国事業で帰った9万4千人、うち日本人妻が6千とか7千とか言ってますが、その人たちはそんなことねえだろうと思いながら、まあ地上の楽園だからさね、医者かかってもただだし、教育費がただだしってなことを言われて、それでくっついていったわけでしょ。で、そうですよね。その実態がこうですよというのを先にですね、知らせることができたら、そんなね、たくさんの日本人妻が行って苦労することもなかったろうし、子供で行ったね、木下公勝さんはじめ、まだ中学生、高校生ぐらいで行った人たちも辛い思いしないで済んだろうし、と思いますね。おっしゃる通りです。その頃の、メディアと、あと日本政府もそれをやっていたわけですから、日本赤十字社とかね、メもうディアのすべ責て任でのかいですよ。総括っていうのが何にもできてないですよね、本当に。で、多分ね、まずかったことにはほっかむりというか。で、その多分それを旗振りをしちゃったことで、ちょっと後で辛い思いになって、例えば佐藤克美さんとかですね、小島晴則さんとかはですね、救う会の運動を立ち上げるわけですよ、新潟で。で、その立ち上げたっていうことと、その帰国事業で旗を振っちゃったということとが、やっぱりなんかお二人の中でね、何かこうやっちゃいけないことをやっちゃったなという後悔があったんだと思います。でもそれに対してこう真摯に向き合われてますよね。自分がまずかったなと思った気持ちにね。で、良心があると思いますよ、まだ。小島さんは日本本当政に、府とかはね、いまだにそのこ良とに心つのいあるて人何です。も声明も出してませんしね。それでちょっと拉致の話をさせていただきますとですね、やっぱりこの国に、こういう国に、豚を家で飼わなきゃいけない国、こっちゃびに食い物をなんかあげなきゃいけない国、そういう国に拉致されてる人が、政府認定があと13人いて、それで470人からの特定失踪者がいて、政府認定が883人いてっていう状況ですよ。で、それに対して何もできなかったら、もうなんか国って何でしょうかっていう感じになるよね。稲川さんは本当に早くから拉致問題のこういう救出活動の運動を取り続けてこられてるんですけど、他のことできないもんで、撮影すいるこえといしえ、かできな本かっ当にたあんりでがすとうよ。ございます。稲川さんのこの、YouTube チャンネルで流れてるね、このあなたを忘れないの、映像の方ですね。これ荒木先生も若いですよね、本当に。若いで横田夫妻も増本さんもみんな若い。みんな若いです。これだけ時間が経ってしまったんだなって本当そうにですね。つくづく感じますね。稲川さんはずっとその世論の経過っていうのをご覧になってきたんですが、最初は本当に世間っていうのは冷たかったですか？
そうですね。小泉訪朝までは。訪朝前はね、うん、大阪堺東駅で、西村慎吾さん、三宅宏さんで横田ご夫妻、有本ご夫妻が、はい、はい、訴えるっていうところがありましてね。でその時に撮影してたら、はい、茂さんが持っている署名簿というか、それをね叩き落としていくおばちゃんがいましてね、それで僕がそれ撮ったっていうのそれを撮るために撮ってんじゃなくて、早紀江さんと茂さんを撮ろうと思って後ろに回り込んで撮ったら、そこでパチンと叩いていったんですけど、その映像さえ撮ったことっていうのを忘れてまして、それで2006年だったか、はい、アブダクションという映画を撮りに来たアメリカ在米カナダ人の、うん、パティ・キムとクリス・チェリダンという2人がですね、そのうちに来て、はい、昔の映像をぜひ、使わせてくださいということで、うちのこの狭い事務所に体の大きな2人が、3日間いましたね、はい、それで全部昔から撮ったやつをこっからここまで欲しい、こっからここまで欲しいって早送りしながら見てね、うん、それで欲しいっていうところを全部提供したんです、はい、そしてその中にそのビラ叩き落としの映像が入ってまして、でボストンで試写会をやった時に増本照明さんが行ってですね、はい、でその試写を見たと、はい、でビラ叩き落としは稲川さんの絵でしょって言われて、それは全然明確な記憶がなくてね、 あったかもしれないねって言って、それで実際に僕がアメリカ行った時に死者を見たら、あなんだ俺が撮った絵だっていう感じでですね、まあなるほど、うん、そのぐらいとにかくいろんな場所でいろんなものを撮ってきたんで、全部が記憶に残ってるかって言ったらもうそんなことないというね、そんな一幕でございましたね、うん、あそうでした。まだ横田夫妻の知名度もなかったってことなんでしょうけど、はい、 そうですね、それにしても、はい、娘さんを取り返したいっていうふうに街頭に立たれてる親御さんだっていうのは見てわかるだろうに、はい、それよりも北朝鮮に対して、はい、まあ、擁護したい気持ちが勝ったんでしょうかね、うん、その人は擁護したいか、うん、そう、まあそうでしょうな、うん、うーん、未だに、ええ、本当に残念ですけど、はい、無関心、はい、な生き方はもうまあしょうがないとは思うんですが、はい、妨害してくる人っていうのはいますから、はい、いますよね、でも そっちを見るとまあ辛いですが、はい、暑い中寒い中、はい、駅の前にね雨の日も立たれて、ええ、一生懸命訴えてる仲間っていうのも、はい、いますし、もうずっと何十年もやってくれてる先人の方々というのもいますから、皆さん、はい、ね、いや妨害ね、意味わからないんですけど、結局はね、拉致問題風化させたい勢力っていうのは残念ながらいると思います。います、本当にいます、はい、でそれが一般の人の間だけだったらいいと思うんですが、お役所で出世している人の中にもですね、たくさんいます、うんね、学校にもいます、はい、はい、だけどね、心ある人もいるんですよ、だから皆さんはね、こちらでお話聞いてくださってるから、うん、同胞取り戻したいんだと、なんかすごい、どうしても拉致問題解決したいという方々ばかりだというふうに、はい、すごい大人数、はい、270人の人が聞いてんの今、なんか270人の方がねこう出入りしてるんです。あ、出入りしてるの、はい、ええ、はい、今聞いてらっしゃる方113名の方が、あ、そうです、ボギー中佐っていう人が、はい、稲川さんの著名活動で
酔っ払いが怒鳴り込んできましたよって書いてますね。昼間から酒が飲めて幸せなやっちゃと思ったという、はい、はい、なぜか反原発が妨害してくるとかね。あ、そうなんです、ね、そうです、稲川さん、反原発の人が ね、はい、ね、妨害してきますね、いろんな方います、はい、でも、ちゃんとパンフレット読んで、はい、まっすぐに向かって署名用紙、はいはいはい、書きに来てくださる人もいるんですよ ね、 いすね、うん、はい、だから人間もいろいろだなと、はいはい、でそういうね、まっすぐにしてくれる人がいる限り、そしてまたシェリーさんみたいなね、まあただのおばちゃんで、いやいやいや、すいません、こういう方がただのおばちゃんです、なんかやってくれやっていこうという人がいる限りね、うん、僕は日本はまだ大丈夫だと思ってますから、で何より大丈夫と思ったのがですね、はい、でも、はい、あなたを忘れないを歌った去年の年末の、うんうん、ミニコンサート、はい、そこでですね、立川七中の中学生の皆さん、はい、2年生と3年生って言ったかな、その30人ぐらいの方が、はい、あそこの先生と一緒に来てくれましてですね、あなたを忘れないを歌った後、ふるさとを全員で歌うときにですね、中学生の皆さんが自分で考えたメッセージというのをですね、歌の合間にですね、やってくれたんです、はいはい、いや、それネットには載せましたが、見せていただきました、はい、はいはい、でその中にね、皆さんのただいまが聞きたいとかですね、海の中に誰にも見えない通り道があったらいいのになとかですね、自分の言葉でメッセージを言ってくれている、そういう人たちがいる限り大丈夫だっていう感じがします。はい、はい、もうやっぱりね、若い人に伝えていかなきゃダメですね、はい、本当にそう思います、そう思いました、はい、うん、若い方はやっぱり心が柔軟で、難しいこと何も分からなくても、はい、日本人が連れてかれたの、それなら取り戻さなくちゃっていう、ちゃんと、はい、なんていうんですかね、うん、真っ当な答えを出してくれるという、はい、はい今日の、朝の産経新聞に出てましたが、早紀江さんのなんだ、めぐみちゃんへの手紙というのは隔月かなんかで乗っかってますよね。そこで、はい、これは拉致問題ではないんですと、事件ですと、事件だったら解決しなきゃダメでしょっていうことをですね、書かれてましたが、はい、本当そう思います。うん、事件ですから解決してほしいです。はい、はいはい、ということで、そろそろお時間ですね。と最初から取られてきた、はい、救出活動を取ってこられた稲川さんに、ぜひたくさんの日本人がこうどっと帰国するところも、はい、必ず映像に収めてもらえる日が来るように、はいはい、私たちもこれからも、はい、力を合わせて頑張って救出活動を続けていきたいと思います。はい、はい、はい、ありがとうございます。どうもどうも、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。あ、よかったら、ちょっとだけ尖閣のお話なんかもお聞きしてもよろしいでしょうか。はい、はい、この稲川和子さんは、はい、もうだいぶ早いですね。2007年ですか。いや、95年っていうのは、あ、違う、1997年だからもっと前ですね。97年っていうのはそうです、97年、平成9年ですね。5月6日のことね。え、平成9年ですか、はい、はい、5月のね、はい、はい、6日ですね、はい、はい、そうです。で、その話するとまた長くなるけど、かいつまんで言いますと、長くなりますか、はい、私と西村慎吾をつないでくれたのは荒木和弘さんですから、荒木さんには大変感謝をしています、はい、で、その荒木さんがですね、はい、民社党という政党にいたんですが、民社党時代に、西村慎吾と一緒に訪韓団をやってるんですね。で、訪韓団の時に、はい、
通訳と案内と荒木和弘氏がやったようなんですが、でその流れがあって、はい、ところが平成、6年だったか7年だったかに民社党が6年に民社党が解党します。で解党して私もちょうどその頃に小さな会社の大きなリストラで独立せざるを得なくなってですね、で荒木和弘が真っ先に私の事務所に訪ねてきてくれたのが、はいはい、事務所を借りたすぐの時でした。でその荒木さんが、そうですか、はい、稲川さん今度の連休忙しいですかって言うから、いや暇、もうずっと暇、いきなり、はい、うん、ずっと暇っつったらね、はい、その西村慎吾って知ってます、はい、っていうわけですよ。で西村慎吾さんはその年の平成9年の2月3日の予算委員会で横田めぐみ実名質問をしたんですね。でその実名質問をしたことは知っていたんですが、はい、まだその時はあんまり関心は正直持っていなくて、で西村慎吾さん、うんうんうん、質問した人ねっていう話で、そしたら衆議院議員だった時です ね、はい、去年の年末にやった選挙で尖閣諸島に上陸するって公約を言ったから行くって言ってんですよと。で稲川さんカメラ持って一緒に行ってくれませんかっていうわけだで何びっくりしたでしょう、はい、荒木さんもカメラを撮る人ですから、荒木さんにビデオカメラを貸せば撮れるっつったらね、ちょうどその時に僕ソウルに出張なんですよっつってね、で、うん、行けないから行ってほしいという話で、でまあいいですよと言って軽く返事をしてですね、そしたら秘書の方が石垣までの往復のチケットを送ってきてくれまして、で、はい、石垣島にとにかく行ったわけですね、はい、石垣空港に。それなんだかね、飛行機の中にいろんなチームが乗っかってんの、それでフジテレはいるわ、日テレはいるわね、はい、TBS はいるわね、はい、でこんなにいっぱい乗ってんだろうと思ったら、すべて西村慎吾の尖閣上陸狙いなんですね。それでこれで皆さん、はい、海保が上陸を止めようとしたんですよね。はい、まあ、止めようではなくて、止めようとして、はい、保安庁かな、石垣のなんか役所がですね、はい、西村さんを呼びつけてですね、はい、でなんかいろいろ交渉をやってました、はい、で交渉をやってて、結局は石原慎太郎さんがフィリピンからはるばる持ってきた船で行く予定だったのが、それがポシャりまして、はい、それで西村さんが急遽漁船をチャーターするんですよ、はい、で漁船をチャーター、ちっちゃな漁船 4.5 トンの漁船と 4.7 トンですね、はい、でそれで、あ、そうですか、なるほど、ちっちゃいですね、うん、行くことになってですね、そう、まあ、でも水明け案内にいないといけないから、はい、沖縄の石垣市議会議員の仲間仁さんが私が案内しますということで、船長と仲間さんと西村さんと私と、うん、週刊文春の不詳宮島茂樹と5人しか乗れない、そう、宮島茂樹さんと船にその5人しか乗れない、ね、ちっちゃい船ですね、写真黒白のやつだけ見つかったんですけど、はい、はい、西村さんはとにかくその5人が行くっていうことになったらですね、西村慎吾の尖閣上陸に共同行動を取りたいって言った人が17、8人いたんですよ。で石垣のホテルに、ああそうでしたか、なるほど、うん、それで、はい、はい、でも乗れなかったんですね、そう、別れの水杯みたいな感じでね、うん、飲んで、それで、しばらく、はい、夜までね、仲間さんの自宅でね待機してまして、それで今だってですね、で走って港まで行って、マスコミがいっぱいいる石垣の表の港じゃなくて漁船が出る裏の港の方で、それで出て行ったわけです。へー、はい、夜中に、はい、夜中、真夜中、そうでしたか、はい、それで、はい、まあとにかくここで寝てって言われて、でなんかね、畳1畳半2畳ないぐらいのところしか寝る場所なくて、まあ着いたら起こすから横になってていいよって、
そこに横になってたんですが、はいはい、そしたら、ね、西村さん、俺は甲板で寝るとか言って甲板で寝てましてですね、そしたらもう外洋に出た途端ですね、波が 2.5 メートルの波って言いますから、うん、普通の、うんね、うん、あの家の天井と床ぐらいの差があるわけですね。それでバッチャンバッチャン波しますそうですね、はい、それで西村さんダメだダメだっつって戻ってきまして、うん、叩きつけられるわけですよね、はい、一回上に持ち上げられてドーンってね、はいはい、狭いところで3人で座ってね、行ってました。はい、真っ暗な海の中を。なるほど、そうですか。で明け方にやっと島影が見えましてですね、そうしたらまた西村さんは、はい、うん、へさきの方に、ああ今写真が出ましたね、そうそうそう、これの右が西村さんで、はいはい、左が仲間ひとしさんです。あ、なるほど、ええ、それですごいですね、石垣のシギさん、ですから漁船の運転もできたわけですね。いや、違う違う、なるほど、漁船の運転はその漁船の持ち主がやってます、後ろで。あ、漁師さんがされたんですね、はい、なるほどなるほど、はい、そういうことですか。あ、名前なったっけな、忘れちゃったな、うん、でその脇にある白いのは波ですからね、これだけ蹴立てていってるわけですね。皆さんこれすごいでしょ、はい、あの尖閣に行かれた桂木奈美さんにツイキャスに出ていただいた時に、はいはい、もう、ええ、恐ろしいぐらいのうねりと、はいはい、その波の上下の叩きつけで、はい、体中打ったって言ってましたから、で、すごいですね、体打つならいいけど、僕は真っ暗なとこでね、はい、あのちょうど真っ暗にしたらいいぐらいの、はい、なんつったらいいんだかな、パソコンの、あのタワー型のパソコンぐらいの箱があったんですよ、段ボールの、はいはいはい、でそこにですね、はい、枕にしようと思って頭乗っけて寝てたらですね、その波が来るとですね、はい、一瞬人体は浮くんですね。それで頭が重いということを分かりましたね。で浮いて頭がゴンとその箱にぶつかるわけですよ。痛えなと思う。なるほど、一旦無重力みたいになってそう、はい、で逆向いたらね、はい、また逆も痛いわけですよ、はい、でうわで明るくなって見たらね、あの箱にねバッテリーって書いてあるわけ、はい、スペアバッテリーが入ってたんでしょうな。であらららららら、バッテリーと頭が勝負するとね、はい、バッテリー勝ちます、はい、そうですか、はい、そりゃそうです、はい、いや勝てなくてよかったです。そうですね、はい、頭負けちゃいました。今ね、那覇市議会議員の大山さんが、はい、私も尖閣に行ったことがあります、はい、あ、そう、当時は今のような時代になる少し前でしたと、はい、ええ、あ、そうですか、ね、もう今は近寄ることもできなくなってるんですけどね。これ那覇まで聞こえてんだ、はい、あ、それで海上保安庁の話をちょっとします。あのね、ちょうど船からね、はい、1キロぐらい離れたところをぴったりですね、はい、海保の船がついてきてくれました。それで、ついてきてくれて、こっちがねちょっとスピードを落とそうかっていうとですね、はい、向こうもぴったり落としてですね、まあ実に素晴らしい操縦技術というか操船技術でしたね。なるほどなるほど、それでぴったりついてきてくれて、で我々が尖閣に上陸をしたらですね、その大きな船から小さなモーター付きのボート、あ、なんか写真が出ましたね、これ船、船付き場です、はい、これが尖閣のね、はい、あのボート付き場ですね、はい、うん、それで、ボートで来るわけですよ、その3人か4人かなってね、はいはい、そしてなんかトラメガでね、向こうから叫ぶんですけど、はい、西村さんがそのおい聞こえんどい、上がってこい上がってこいここって言うんですけど、あの彼らは一応、はいはい、あのなんていうんですかね、お役人さんですからね、保安庁の職員ですから、はい、だから上がるとなんか処罰されちゃうんでしょうね、うん、きっとね、だから上がっては来ない、難しいんでしょうね、はい、で上がってこなくてですね、降りてくださいやってました。いやーすごい話、はい、はー、いやー、あれなんでこんなカラー写真が出たんだろう、
これ右が西これ村はさん、ね、多分、左がね、左が仲間さんだと思います。で、宮島茂そう之がで撮っすか。た、宮島茂之が撮った写真です。そうですか。稲川さん、この時には動画を撮影されたということ動で画すだけね。です。はい。ねそれでこえ。のうん、ものすご中いにある貴重のなが、ね、体験でした。間にあるのがね、ゴムボートでね、これ4人乗るボートっつってね、空気入れで空気を入れて膨らませて、それで降りて、下ろしてね、そこからですね、こう、オールで漕いで、それで行くわけですよ。それで 行くそっんかですそっけか、ど、こくんです。なるほど。尖もう閣モーまターでもついはてないから。200メートルぐらいだったと思うんですけど、その200メートルぐらいの距離をですね、どんどんこう潮に流されて、周辺は実にね、すごい、潮のなんて流れが早い潮んのです流れがね。速くて、まるでね、川を渡る船のような感じでしたね。それで、なるほど。乗っていった漁船が錨を下ろすんですけど、いや、カチンカチンっていう感じでですね、流されちゃうんですね。それで流されちゃうもんですから 船長が3回目ぐらいでやっとそこにガキッと止まって、それでゴムボートを下ろせたということなんです。で、ところがそのゴムボートは目標とした地点よりも300メートルぐらい下流というかね、左手の方にね、あらららら。流されていってですね、それでゴムボート、今ここの船着き場みたいなところにありますけど、このゴムボートを4人でですね、持って、それで必死で漕がないとダメですね、もう本当に。上陸してからね、そのゴムボートを持って、ぞろぞろぞろっとこう歩いてきて、ここへやっと置いたんです。なるほど。いやー、大変だったですね、本当に。ちょっと大変でした。だから今からね、そうで今すか。から西村さんが大江行くかって言ってくれてもですね、僕はちょっとサボろうと思ってます。体力的にしんどいと。多分今の慎吾先生言わないような気もしますが。僕もそう思います。そうですか。いや、すごい、経験されましたね。もうこういう尖閣の上陸もいち早くされていらっしゃいますし、拉致問題もちょうどこの同じ当時、平成9西年村ですかね。慎吾先生が国会で質疑してくださった頃からずっと映像で救出活動を取り続けてくださった、稲川和夫さんが今日ゲストでご出演していただきまして、お話していただきました。ありがとうございました。ちょっと多分皆さん質問をしたいかもしれないんですが、稲川さんいかがでしょうか。どういいしでましすょよ、どうぞ。う。いいですか。ずっとこう拉致問題を当初から見続けてくださっています稲川さんにご質問したいことがある方は、書いてください。稲川さん、この日は見ましたか。見てきました。これ、動画ではやっぱ撮り。影してます。で、ここにね、そうなんですね。この魚釣島って書いてある方の裏側を西村さんが見てるシーンを撮ってますが、そこにはですね、そうなんですね。尖閣大字殿城、殿城っていうのは登山の登に野原のの、あ、城、お城の城、大字殿城って書いてあります。石垣市かな、石垣市尖閣大字殿城と書いてありました。なるほど、住所がそうなってるわけですなっね。てます。だから、そう殿城ですでか。手紙を出すと、届かないですけどね。そあ、の、でも、殿城って普通にパッと出はい。したら、はい。変換さそれのますね、方は殿ね、城。クレスト社かな？クレスト社から、出た、誰か祖国を思わざるという西村さんの本に、詳しく書かれてます。わかりました。慎吾先生の本に詳しく書かれてるそうです。書かれてます。この尖閣上陸のことは。今質問が、3月23日に、
大井第一小学校で横田早紀江さんトークショー、吉田直也さんコンサートがあるのですが、来られますでしょうかという。おお、23日はちょっと分かんないな。ただ、あ、ちょっと分かるんです。ちょっとね、これを言っちゃったらまずいかなと思うんですが、5人が帰国した後ですね、なぜか、拉致支援室ができて、それが拉致問題対策本部になるんですが、対策本部が充実すればするほどですね、稲ちゃんが勝手に撮影に入りにくい状態っていうのが、起こってきてます。なぜか分かりません。そうですか。5人帰国の時はね、赤坂プリンスホテル当時のね、あそこでやったんですが、その時はどうぞどうぞという感じだったんですけど、その後なんか撮影制限とは言わないけど、それまでの歓迎する空気がですね、なくなったなと思ってます。そうなんですね。わかりました。で、この23日やってもですね、行くかどうか分かりません。わかりました。ありがとうございます。その国も何の対策もしてなかった、特定失踪者という言葉もなかった時代からずっと取り戻すね、活動をね、されてこられたのに、ちょっと残念ですね。で、そこまでのちょっとで経も過、こう広げていこうという気持ちがあったら、どんどんこう拡散していただく方がいいと私も思うんですが、ストップがかかることがあるということですね。ストップっていうかね、なんつったらいいんだろう、すっと入れたところが入れなくなったという感じですかね。今、朝顔の会は撮影させませんねって出ましたけど、朝顔の会さんからも、一度写真展に行くときに、ここを通してくださいっていう感じでですね、なんか、事前申請をしなきゃダメっていうか、ね、それはなぜか朝日新聞本社があったすぐ隣の有楽町マリオンでやったんですけど、その時もそんな言われましたね。それがなぜかは分かりません。難しいですね。なんか著作権とかそういう意味で言うと、稲川さんが撮ってこられた映像なんかは、どうなんでしょう。拉致も被害者救出のための映像は結構皆さん使われてしまってたりしますが、特に著作権問題とかは。著作権より取り返す方が大事でしょっていう感じですね。でしょう、そうでしょう。私も本当にそう思うんですよ。取り返さだなかきらゃダ稲メ川でしさん、ょうっこてれいはうか。ずっとね、荒木先生の、記者会見とかですね、ああいうこともすべて映像も多分無償でご協力されてこられたと思うんですが、残念だなと思います。取り返すために活用するんだったらどうぞという感じで取ってきただけなんですけどね。だけどそれをなんか制限してくるっていうのはなんだかなっていう気はありますね。そうですね、本当になんだかなですね。できるだけみんなで共有して、気持ちも同じですから、願う気持ちは団結して協力したいなというふうに思います。今池田さんが ちょっとコメントが来ましたが、池田正樹さんってあれ？新潟めのぐみさんめのぐみ同さん級の生同代級生表ね。されていらっしゃる。多分いろんな写ってる人の個人情報とかも全部確認しなきゃいけないからとか、そういう問題がもしかしたらあるのかもそうですしね。れないですね。コタちゃんの集まりで行った時もね、2回ぐらい言われたな、観客は取らないでくださいと。ステージで喋る人はね、いいですけど、来てるお客さんの中には、まずい人もいるんで、
で、まずい人は、うん、そうね、あの特定のビザがなくて来てるとかですね、そんなことなんだと思いますが。あ、はい、そうですか、うん、はい、いや私はいいと思うんですけどね、うん、はい、まずい方はあのまずい方はそういう公の場所に来ないような気もするで、ウイグルのデモみたいにね、ウイグルのデモの時あの、はい、青いお面をかぶってですね、かぶってっていうか顔に顔を隠してですね、新宿をデモ行進やったのは、はいはい、あれいつだ、去年か、去年の暮れか今年入ってからかなんか撮影しましたね。だからそういう時のためにね、あのなんか、うん、お面を用意するのがいいかもしれないですね。ああ、でもあの稲川さんはその戦うには武器がいると、はい、今日ツイッターにも私書かせていただいたんですけど、はいはい、で映像が一番その戦う武器の中で心に届く武器であると、はい、うん、この間のご挨拶でも、はいはい、はい、いや映像一番って言ったけどね、僕音の方、うん、音楽の方がね届くかもしれないなという気もしてます。あの両方だと思います、はい、はい、で、うん、やっぱり相乗効果だと思います。映像教育研究会という名前つけてますから、はい、映像が大事だって言いますけど、はい、音楽の方が来るな、はい、ええ、来るかな。いや映像と音楽が、ね、合わさるとやっぱり一番心に響きますね、はい、そうですね、うん、だと思います、はい、長い時間お話ししていただきましてありがとうございました。お疲れになってませんでしょうか。いや大丈夫です、はい、あの長くずっと、教室活動していただいてこられた先輩から、今このツイキャスを聞いている拉致問題なんとか解決したいと思って支援してくださっている方々に最後によかったらエールをいただけたら嬉しいです。こういうふうに活動したらいいですよみたいなアドバイスというか何か応援のメッセージをいただけたら嬉しいです。はいね、できることとできないことってあるんですよ。はい、それで、うん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 、シェリーさんにできることはシェリーさんにしかできないと思います。うん、で、荒木和弘にできることは荒木和弘にしかできないと思ってます。うん、ですからね、うん、分野なんかどんな形でもいいし、うん、どんな関わり方でもいいから、うん、絶対取り返すんだぞっていう思いだけを持ち続けていたいと思います。うんうん、はい。あ、はい。できること。よくわかりました。ありがとうございました。はい。はい、そんなで。そうですね。はい。うん、はい、ありがとうございました。はい、皆さん、いえいえ、稲川和夫さんに、はい、はい、はい、ご礼と拍手をよろしくお願いします。はい、はい、あ、なんかすごい。そう、気持ちが重要ということですね。そうです、そうです。パチパチ来るんだね。はい。なんだそうです。皆さんよく分かってくださいました。稲川さんの話ね、一生懸命聞いてくださってありがとうございました。夜遅くに、あ、本当だ、八八やってマロンさんという人、ありがとう。うん、はい。はい、今ね竹本会長もね、はい、書いてくださいました。いやいやいや、なんかすごいぞ。面白かったですか。黒坂先生もありがとうございました。はい、この吉岡まなみちゃんって。はい、横田めぐみちゃん役やってるんです。へ、あの信師匠監督の舞台で、はいはいはい、ああそう、はい、そうなんですよ、女優さんなんです。お、はい、いやいや本当、はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございます、はいはい、ではではまた、はい、はい、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。じゃあ切ります。はい、ありがとうございました。はい、稲川さんありがとうございました、ものすごく優しくで気さくで、うん、深いですね、言葉が長く続けてこられた方です、うん、この歌をね、聞くたびに今日の稲川さんのお話も合わせて、思い出して、皆さんの力にしてくださいね。よろしくお願いします。うん、長くね、いろんな思いされながらも続けてこられた方ですから、本当に
言葉一つ一つに深い思いがねありましたね。諦めちゃダメですって。でも日本人まだまだですって。よしという気持ちになる貴重なお話たくさん聞かせていただきました。本当に稲川さんありがとうございました。はい、では告知、拉致問題関連の講演会や署名活動などの告知をしていきたいと思います。はい、こちらが、日程順からご紹介していきます。平成31年3月20日、水曜日ですね。はい、福岡市立中央市民センター3階ホールになります。主催は救う会福岡さんです。中来沙絵さんが拉致問題の講演に立たれます。演題がすぐそこにある拉致、北朝鮮による拉致被害者の田口八重子さんを演じてと。はい、会費は1000円になっております。救う会福岡の会員の方は無料になります。当日入会も可能です。福岡の方ぜひ行ってください。よろしくお願いします。6時から総会で、講演会の方は夜の7時からになっております。受付はね5時半からスタートしてますが、ぜひ7時からの講演はこの救う会福岡の会員じゃない方もご参加いただけますので、ぜひ皆様お誘い合わせの上でご参集くださいませ。よろしくお願いいたします。中来さんね、お話本当にお上手ですよ。もちろんねお綺麗ですし、お話もお上手ですし、気持ちがね、正義感の本当に強い方ですので、拉致に関すること、虎ノ門ニュースでも何度も発信してくださっていました。で、ご自身も田口八重子さん役を、信首相監督の恵みへの誓い奪還の中で演じていらっしゃいますし、飯塚茂雄さんにね、妹って呼ばれたりしてですね、本当に拉致問題の解決を心から願ってくださっています。ツイキャスの方もこっそり聞いてくださっています。はい、お忙しい時は難しいですけども、たまたまいらっしゃる時には聞いてるよっていうふうに、言ってくださいました。はい、それからですね、日程順に行きます。ちょっとお待ちくださいね。定順だから、次は横田早紀江さんトークショー、吉田直江さんのコンサートのご案内をします。はい、先ほども月さんのコメントで出ていました。品川区立大井第一小学校で、ちょっと待ちください。はい、あります。開催日は2019年3月23日、次の土曜日になります。会場時間が1時、開演時間が1時30分、品川区立大井第一小学校3階体育館で行います。はい、横田めぐみさんの、小学校中学校同級生の吉田直也さん、バイオリニストの吉田直也さんが、バイオリンを弾かれます。で、早紀江さんとももちろん親しい間柄ですので、早紀江さんと直也さんがトークショーをされるということですね。はい、お近くの方ぜひよろしくお願いいたします。はい、で次の、沖縄ですね。はい、ちょっとお待ちくださいね。すっすっすと行かなくてすいません。ちょっと
すいません、やっぱり切れてもらいました。すいません、あんまり下の方まで行って画像を変えるとね、切れてしまうんです。すいません。今池田さんがコメントを書いてくださいましたね。そうなんですね。吉田直哉さんのお姉さまもピアノを大井小学校で演奏してくださるそうです。はい、その次の日の3月24日日曜日、1時半から3時半、沖縄県青年会館2階大ホールで、拉致問題を考える国民の集い in 沖縄があります。入場無料250名申し込み必要。詳しくはというふうに、月さんが URL を貼ってくださってます。ぜひ沖縄の方よろしくお願いいたします。あ、ミントさん、明日が締め切りだそうです。皆さん、よろしくお願いします。月曜日まで、18日までですので、よろしくお願いします。ね、当日もね、可能にしたらいいのにと思ったりするんですけど、なかなかね、当日にならないと行けるかどうかわからないという方もいるので、ね、できたらね、本当は、先着申し込みじゃなくて、だったらいいのになというふうに思いますが、難しいんでしょうか。で、最後、上野公園の、ちょっとお待ちください。なんかまた画像が変えたら切れそうで、ちょっと怖いんですが、スクーカイ埼玉さんの、主催になります。上野公園、西郷隆盛像階段下街頭署名があります。ちょっとお待ちくださいね。写真を変えます。ちょっと竹本会長の写真にしたいのに、ちょっと混み合ってますね。すいません。このまま行きましょうか。これで保存になるはずなんですが、読んでたらいいですかね。3月30日になります。次の土曜日じゃないですよ。次の次になります。準備手伝える方は10時までに街頭署名活動、10時半から1時半まで3時間やります。はい。やっぱり出ないですね。すいません。ごめんなさい。書いたいんですけどね。ちょっとこれで、なんとか。はい。真ん中の、このメガホンを持っていらっしゃる方が竹本会長です。はい。なんと来週のゲストに、ご出演していただきます。スクーカイ埼玉竹本会長が来週ゲストです。はい、加藤圭さんもね、いらっしゃるそうです。上野にぜひ皆さん来てください。永吉さん、10時からお手伝いありがとうございます。多分野草会の方も行かれるそうですし、スクーカイ千葉のお手伝いの方もあるそうで、いいですね。そうやって団結していろんなところがこう集まって、お手伝いというのがみんなでね、やるのが一番いいと思います。スクーカイ埼玉さんはいつも精力的に署名活動を行ってくださってます。この写真見てただけでもね、たくさんの方が署名板を持って立たれているのが分かります。はい、来週のゲストはスクーカイ埼玉竹本代表です。桶川市立桶川西中学校で、最近拉致問題の授業をしてくださいました。で、その中学生のね、子どもさんたちの前で拉致問題の授業がどんな様子だったかっていうことも、ありがとうございます、まなみちゃん。そうなんですね。30日、石村さんからご案内いただきました。ありがとうございます。はい、このね、真ん中の眼鏡の優しそうな、ナイスミドルが来週のゲストですよ。まなみちゃん、竹本会長です。
あ、そうです。右側にいらっしゃるの上田知事ですね。はい、埼玉県知事ですね。竹本さんね、ものすごく精力的に署名活動、救出活動をやってくださってて、私は本当に心から尊敬しています。この方に近づきたいというふうに思ってます。で、さっき稲川さんに、シェリーさんにしかできないことはシェリーさんしかできないと言われて、なるほどと思いましたが、私の、目標は竹本会長です。はい、この方は本当に目標ですけど、多分なれないと思います。それぐらい立派な方です。ご自身の収入が減ったっていいと、はい、お仕事の役職が、救出活動が難しくなるんだったら、その分月収というかね、年収というか減ったとしても、救出活動のこの活動をやる方がいいんだということで、いや、そういうふうに自分のお仕事の役職まで、忙しくない方に回られて、それをね、奥様もご了承されるという、できますか皆さん、そんなこと。 はい、十何万とか月収が変わっても拉致問題救出、自分のね、そこまでできますか皆さん。私はね、本当に頭の下がる思いでこの方をずっと尊敬しています。竹本さんにお話をお聞きします。救う会埼玉さんはすごいです。竹本会長はすごいです。埼玉県、の中にですね、横田早紀江さん、茂さんご夫妻の DVD も配布されて、小学校とか中学校とか高校でどれぐらいアニメ「めぐみ」が視聴されてるかという統計も取られて、はい、鈴木雅人さんね、はい、埼玉県議会議員もご協力されてやってきたんですが、ぜひ、なかなか皆さん、竹本会長ほどできないと思いますが、ああ、一般人でもここまで頑張って活動されてるんだなっていう、そういう、なんていうんですかね、活が入るようなお気持ちで、来週お話聞いていただきたいと思います。はい、長くなりました。皆さんお疲れ様でした。来週、救う会埼玉、竹本会長にご出演していただきます。今日のね、稲川さんのお話、最初たくさん泣いてしまって本当に申し訳ありませんでした。最後ね、この稲川さんの書かれたメッセージを画像に書いて終わりたいと思います。はい、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。良い1週間をお過ごしください。ちなみに明日私誕生日です。はい、ありがとうございました。おやすみなさい。迎えに行くよ。